どうも、世界一弱い男チャンネルの最弱です。はい、ということでね、今日なんですけれども、まあ、月末ということで、お酒飲みながら、しっぽりね、7月について振り返る企画やっていきたいと思います。イェイ！まあ、この企画ね、6月末もね、やったんだけど、前回本当に記憶ないぐらいまで飲んで、挨拶とかも取れてないのよ、最後の。今回のね、目標はね、もう2本飲んで、まあ、しっかりね、挨拶もしてね、全く酔ってない状態で終わるっていうのをね、今回の動画の目標にしたいと思います。そう、てかね、お酒飲むのマジで前回の企画以来なんだよね。ね、マジでね、コロナウイルスの影響でね、なんかお酒全然飲まなくなっちゃったんだよね。どんどんお酒弱くなってって、まずいね。最弱としては、さあ、だからね、今日はね、目標はちょっと低めに設定しちゃったんだけど、まあ、7月振り返りながら、まあ、お酒についてとかね、話しながら、なんかトークメインの動画になると思うんだけど、よろしく。まあ、もう早速飲んでいくか。とりあえず1本目、シークワーサージ。う、乾杯。くそ、いや、マジで。まあね、YouTube 始めたのがね、6月1日だから、まあ2ヶ月目って感じなんだけど、まあだから6月始めた頃はさ、マジ何もわかんないじゃん。まあ1ヶ月、2ヶ月目ってことで、なんかちょっといろいろ慣れてきたなっていうのあるかな。まあ、言うてね、いろいろな面でまだまだなんだけど、まあ、だから編集とか結構なんか上手くなってない。まあ大体編集者がさ、大体全部やってくれてんだけど、編集を。なんか普通に上手くなってってんなって思うんだよね、結構。どうでしょうか。そう、でもね、あいつね、マジで、なんか好きな YouTuber がいて、あいつ。レイクレって知ってる？みんな。なんかトモヤンがさ、有名なやつ。その YouTuber マジで好きなのよ、あいつ。なんか、だからなんか最近の編集とかさ、なんかレイクレのマジでパクリみたいになってるの、くずれてる人もいると思うけど、まあ、俺も別にレイクレ嫌いじゃないからいいんだけどさ、あれは変えてほしいよね。パクリだもん、だって。まあ、でもああいうなんか有名な人のさ、編集とか真似してどんどんね、編集とかって上手くなっていくみたいなね、言うから。みんななんかどういう編集が好きとかある？カルマとか知ってる？カルマとかも有名だよね、すごい。編集の癖みたいな。好きな YouTuber の編集とかってなんか、書いてねー。めちゃくちゃハイペースで飲んじゃった。いや、もう今ね、3時半なんだけど、なんか早く寝たすぎてさ、こう。2本目いきまーす。なんかわかんない、味なし。うん、ゼロドライだって。乾杯。ザッ。ザッ。マジで寝たい。今日の一日について話すか、とりあえず。今日ね、昨日はね、だから最近さ、なんかめっちゃ朝早くにさ、銭湯行くのにハマってんの。で、だから朝6時に家出て、銭湯行って、脱毛体験みたいなのに試しに行ってて、ちょっと体操教室通ってるから最近。気づいたら3時って感じで、これ撮んなきゃと思って今これ撮ってんだけど、疲れてる時とかにさ、飲むと酔いやすいっていうよね。だから前回もさ、この時間帯に撮ったの3時ぐらい。っていうのもあるかもしれない。マジでなんか悲しいぐらい弱くなったもん。ロングとかさ、ストカンロングとかさ、大学生とかさ、頭悪そうな集団さ、なんか一気とかすんじゃん。俺もしてたのよ、なんかストカンロング。無理無理今も。いや、もう一本で、あ、やばい、また入ってるわ、スイッチ。やば。え、一本できつ。え、待って、早く寝たいから、これも飲みたい、すげえ。あ、そうだ。前回の話だ、前回の話するってさっき言ってたじゃん。ね、6月のさ、だから6月末にもさ、この先企画やったんだよ。見てない人は見てほしいんだけど。まあね、その時はなんかもう、飲めるだけ飲もうみたいな、バカみたいなことやってて。6本用意してたね。結局 3.5 本かな。3.5 本飲んで死んだんだけど、動画ね、そこでプツッと終わってんだけど、あの後本当にヤバくて、っていうのもなんか、だからさっき言ったように、なんか3時、夜中の3時だったし、もうその日もめちゃくちゃなんか、バイトとかで疲れててっていうのあると思うんだけど、もうなんか自分の予想以上にすごい弱かったの。だからなんかもう 2.5 本目ぐらいから、本当に記憶とかなくて、で結局、あれなんかプツッて終わってるけど、もうあのままなんかもう普通にわーとかなんか寝言かなんかよくわかんないけど騒ぎながらトイレで寝てたらしくて、結局なんか家族全員起きちゃって、なんかうっさすぎて俺が。で、まあ次の日めちゃくちゃキレられたんだけど、まずね。で、まずなんか朝まず俺トイレで寝てたんだって、倒れて。いや、まあトイレで寝てる分にはさ、まあもし静かだったらそんな害悪じゃないやん。トイレで吐いてるしさ、多分。でもなんか俺はトイレには行けてたんだけど、間に合わなかったんだろうね、多分。トイレでお漏らしして倒れてたの。お母さんが発見した時は、そのお母さんは朝5時ぐらいにその俺のね、その事件現場を発見して、トイレので俺の服を全部脱がしてお風呂に投げ込んでってことをしたらしいんだけど、マジで次の日2日目でもう1日マジで死んでた。でも言うて 2.5 本なの。普通に自分、昔のノリの自分だったらいけるなって思ってたんだけど、やっぱ疲れと慣れ、その最近飲んでないっていうのは多分全然飲めなくなる。多分みんなもさ、今さ、コロナとかの影響でさ、飲みとかしてないじゃん、多分知らん。気をつけた方がいいよ。そろそろなんか飲みに行けるみたいになってきてるし。いや、なってないか、東京増えてきてるけど。
東京増えてきてるさ。でもだから今後さ、また飲みに行けるってなると来ると思うんだけど、絶対にその時はマジで気をつけた方がいい。それ飲んでないとマジでね弱くなる。そうでね、その漏らしってやばくない？実家で成人してからなんで2回しかしたことないよ、お漏らし。それはなんかこの距離でさ、ただ飲んでさ、お漏らしするってさ、結構マジでやばいと思った。怖くなった自分が。俺が親だったらマジでもうなんか心配だもん、本当に。なんか心配通り越してなんか怖いかもしんない。親だったらって一人でさ、こうやってさ喋りながらさ、めちゃくちゃ飲んで、いやなんか飲みとかでさ、なんか楽しくてわーって飲んじゃうのはわかるけどさ、一人で飲んで潰れてさ、お漏らしってやばない？皆さん、なんか酒での過ちとかあります？今まで。だからね、僕はね、だから今言ったように、なんかだからその、おもら、まあ家の中で限ればそのおもらしとかね、2回だけだけど。てかなんか俺の場合、なんか元から結構さ、なんか情緒不安定っていうかさ、なんかわーみたいな感じの人だからさ、お酒飲んでもなんかあんま変わんないとか結構言われるの。ただ、でもなんか時々スイッチ入っちゃうと、なんか飲みすぎたりして、その元々の情緒不安定がさらにもなんか、ワンランクギアセカンドみたいな感じになって、めちゃくちゃ情緒不安定みたいな、なんかもうあのなんか笑ってたと思ったらめっちゃ泣いてるみたいな、なんかそうなっちゃうらしい。なんかみんなある？なんかさ、友達とかとさ、なんか酔った勢いでやらかしたわみたいな、結構大学生だとあるじゃん。なんか酔った勢いのせいで人間関係壊すみたいなのはあんまないかな、俺は。ただただめちゃくちゃ楽しい。あ、でもなんかめっちゃ迷惑はかけてるような気がするな。酔って人間関係壊すとかはなかったけど、ただ迷惑はめっちゃかけた。周りの人たちに感謝。あ、っていうかなんか今後多分さ、動画とかで上げていくと思うんだけど、なんか編集者がマジで酒好きなの。酒好きっていうか酒強いの。まあ、だからそれに関連するようなね、動画とか撮っていきたいんだけど、今後。そうだからね、俺とそのもう一人のやつがさ、結構酒とかさ、俺はそんな酒、まあ、酒に関してはマジ好きではないんだけど、飲むから、チェケがちゃんとストッパーになって止めてくれるかっていうのが、まあ、今後のね、チャンネルの存続にかかってくると思うから、ぜひよろしく。あ、てか全然7月の振り返りしてないわ。振り返ることねえな、特に。これ飲まないと終わんねえから、これ飲むのしな。はい、ということで、ちょっと一回身を守るためにあえて入ってきた。黄色だしお気に入りなんだよね、100均で売ってるんだけど、中学生の子がくれたのに、しんどくなると光るやつ。そうだ、7月の振り返りで、まあ一つ言わなきゃいけないことがあった。なんかさ、ちょっとだけ伸びたさ、助走企画あったやん、その Tinder でマッチするみたいな。それなんだけどさ、なんか取ったっていうか、なんか Tinder のやろうとしたのよ、ちゃんとやろうとしたんだけどさ、なんかぶっ壊れたのよね、 Tinder のアプリが。マジで、いや俺が思うに、なんか年齢確認みたいなのが必要なんだよ、そういう。でもさ、俺の証明書って男やなのに、女性で登録したから、なんか使えなくなっちゃったのかなって思ってんだけど、一瞬だけ使えたのよ、30分ぐらい。そうだから、なんか申し訳ない、本当に。でもだから前編で終わっちゃってんだよ、今。まあ、まあ、だから編集者とかに Tinder やらせるから、ちょっと待っててくれ。これめちゃくちゃ、これ絶対買わない方がいいよ、みんな。ストロングゼロドライ、マジ頭おかしいやですよ。ダメだ、今日弱、全く酔わずに終わるっていう企画なんだ。まあ、ちょっとね、飲み切りも一気しちゃいますわ。終了。最後に8月についてちょっと話して終わります。まあ6、7月はさ、まあいろいろ3人ともさ、メンバーのみんなおのおのいろいろやること、おのおのいろいろやることあってさ、
予定合わせるのも大変だったしさ、あんま撮れなかったんだけど、うん、8月はもうちょっともうワンランク上の動画どんどんちょっと上げていきたいよ。みんなでマジでちょっと楽しみにして待っといてください。まあなんかせっかくだからさ、目標とか言っておくと、なんか俺ら別にお金収益化みたいなのさ、めちゃくちゃ目標にしてるわけじゃないからさ、あれなんだけど、まあ、みんな多分ほとんどの人知らないと思うんだけど、収益化するためにはなんかチャンネル登録者1000人必要らしいのよ。まあだから8月末はなんか今んとこのペース、今何300人弱、まあありがたいことにね300人弱はいるんだけども、1000人ってなるとまあ厳しそうだけどね、目標としてはそこを目標に、まあ、頑張っていきたいなって思いますので、マジでよろしくお願いします。あと最後にもう一個言っとくけど、なんかあの本当になんかコメントとかさ、マジいやもう俺もう最悪コチャとかでも全然いいんだけどさ、マジで嬉しいのよ。結構くれる人多いからさ。あとね、俺ら3人だとさ、その何想像力とか含めさ、いろいろ限界があるじゃん。何が面白いかとかもわかんないしさ。だから本当にそういうのさ、なんかこういうのやってほしいとか言われるのマジでありがたいから、本当にお願い、なんかやってほしいこととかあったらマジでコメント欄、まあできればコメント欄、まあ嫌だったらコメント直接って無理か、なんかインスタとか何でもいいけど、なんか言ってくれるとマジで嬉しいから。はい、ということでね、今回のお酒の企画は終わりなんで、まあ、また8月末にもね、同じような酒企画やるんで、まあ、なんか日本は割といけたわ。8月にね、どんぐらいのペースでお酒を飲むかによるんだけど、まあ、なんか8月に関してはもうちょっと検証っぽいことできたらなって思うので、ちょっと楽しみにしててください。貴重なお時間いただき、ありがとうございました。